はいどうもこんにちは、フーガです、今回はちょっと紹介というか操作方法のね難しさをね皆さんに知ってもらいたいんで、ちょっとまず最初に操作方法の説明を、させていただきたいと思います。まず、マウスの左クリックで殴る左ジャブですで右クリックで右ジャブですね。これどちらとも長押しすることで、物体に、張り付くことができますね。ちょっと待ってください。掴めるものの高さのあれがないな。壁がある。まあ、壁以外にも、まあ、敵を掴むこともできますし、これを使って落としたりとかもできます。で、右も同様ですね。両手でこんな風にできることもできます。それでジャンプボタンを押すと、なんか変なことになる。組み合わせ次第いろいろなことができるんで、はい。で、これ持ち上げた状態で、掴んだ状態でシフトボタンを押すと、こうやって持ち上げて落とすことができます。はい、投げ捨てるモーションが弱いんで、これは勢いをつけて、こうするとかしかないです。はい、頭をぶつけて、その勢いで落とすみたいな感じで。でこのゲームで最大の攻撃力を持つ頭突きがあります、はい、これ一番強いですね。これで頭にぶつけるともう一撃で脳殺できます長押しでこんな風にジャンプボタン長押しで座ることもできますけど、座ることにあまり意味はないですけどね可愛いぐらいです、はい、可愛い。でスペースジャンプに移動してジャンプです。1回でもできるよね。移動してなんか壁に張り付いた状態で、壁をこうこんな風に登ることもできます。長押しした状態でマウスを長押しした状態でスペースジャンプを連打していくとこんな風にできると思います。はい、以上操作説明でした。ありがとうございました。